はい、おはようございます。バンライファーでデュアルライファー、そしてデュアラーの池さんです。そして不審者、今日は日曜日不審者じゃない、日曜日はいつもと違うスキー場に滑りに行くことを心がけている我が家です。今日行くところはあそこだ、湯沢市街入りました。湯沢市街です。正面に見えるのはナスパスキーリゾート、あっちが湯沢駅です。湯沢駅を通過して、さあ越後湯沢の駅前の繁華街っていうの、これ駅前を通り過ぎまして、はい、湯沢高原スキー場はこの越後湯沢の駅前からねアプローチできる、あれです、あのロープウェイに乗って、ここじゃあさ、みんなさ降りよう。ここはね、町営滝沢駐車場、湯沢高原スキー場行くときはこの駐車場を利用してください。新幹線のガード下ね、あります。駐車場からすぐ、湯沢高原のロープウェイ乗り場は歩いて1分ぐらい近い。はい、ガード下をくぐって行きましょう。あ、ロープウェイ、はい、めっちゃ近い。ガード下をくぐったらロープウェイ乗り場、ヤッホー、湯沢高原ロープウェイステーション。到着、ロープウェイ乗り場、レッツゴー。ここ、さてロープウェイ乗りましょう。湯沢高原ロープウェイ、お願いします。竜王と同じロープウェイだ。世界最大ロープウェイ、そう、雲のウェイウェイウェイ、すげえ。湯沢高原、湯沢高原すごいね、この景色最高。ちょっと映えるよ、映える、すごい。まさか湯沢にこんな最高の景色があったなんて知らなんだ、知らなんだ。 OK、 小鳥さん鐘を鳴らしてください。下手くそー、すごい景色、すごい景色。ユーン、かわいい雪だるまのひな祭り。よし、滑りに行くぞ。今日は湯沢観光、スキー観光です。はい、楽しく滑りましょう。なんと今日の父ちゃんはデレン、スノーボード、今季初のスノーボード、転ばないように頑張りたいと思います。さあ、ちゃんと滑れるのか、父ちゃん、行くぜ。よし、転ばなかったぜ。葵さん、いやー、初めて来ました湯沢高原スキー場ね。今日は楽しみましょう。湯沢スキー観光です。すげー景色、すげー景色、やっべー、おー、やべーぞ、青、この景色、これが湯沢ポテンシャル。This is 湯沢、最高、すごい、魚沼の街が一望できた、スーパービューだよ。こんな景色があったんだ、知らなかった。湯沢高原スキー場、最高の景色があります。ただボトムの町、あそこ六日町なんですけど、本来このシーズンは真っ白です。今年はね、激レアな景色が見れてます。雪がない、てりー。今ね、標高1170メートル、大パノラマです。
景色やべえ。Oh yeah. Nice. Good to drink.このコースを滑ってみましょうか。まあ降ったら絶対面白いゲレンデだよね。そうね。ただ景色抜群にいいので絶対にね来てみる価値はあると思いますね。おー、外にファイヤー高い。さあここからガーラに移動してみたいと思います。この山はガーラと石内丸山、三つの山がね、つながっているんですね。なので、ロープウェイでここからガーラへ。ここに行きます。この端っこ行って、ここから上がって、ピューッと滑って、ロープウェイで帰ってきましょう。OK? OK。僕も初めてスキー場をまたいで滑る。これ初めて。行ってみましょう、小鳥さん。ガーラはあっち、ちっちゃいロープウェイ、かわいい。ガーラ行きますよ。うん。ガーラは谷の向こう側だね。ガーラ行けるの？そうだよ。いや、このままさ、好き。到着。ありがとう。着いた着いた。イエーイ、ガーラユーザーはガーラに到着。なんて贅沢だ。空いてる。こっちは誰も滑りに来ないんだね。あー、あっちがユーザー高原。あっちがユーザー高原スキー場。谷を挟んで反対側に来ました。ガーラスキー場がガーラガラ。いかがでしょうか。チカトタイ！サンキュースタッフ！次が湯沢高原スキー場。うん、あ、本当だ、うちのマンションも見えます。すごいね、うちってめっちゃ山に囲まれてんじゃん。すごい人、すごい人、すごい人。
ものすごい人。イエイイエイイエイ、ガーラ成功、ガハヤオ。Hey, give me a five, five. Hey, give me a five, yeah. ガーラ人いっぱい。よし、俺たちは降りよう。さあ、ガーラに来た瞬間に下山します。人混みが苦手な我が家です。さあ、帰り馬、ゴンドラに乗って帰ります。じゃーん。中だって、中。ごめんごめん。よいしょっと。どうでしたか？湯沢高原とガーラ湯沢スキー場、両方滑ってみました。こんな遊び方ができるのは湯沢だけ。気にそっからタッ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 ジェットコースターみたい。タッ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 、やばーい、やばい。うわー、この景色、急に降りる。うわー、ジェットコースター。見てください、湯沢の街を一望しながら素晴らしい。お、見えてる見えてる。私たちのマンションが見えています。いや、楽しかったね、今日もね。スキー観光しましたけども、よし、ガーラ湯沢駅決定。はい、ガーラに着きました。この雪は消えない。よし、次はシャトルバスに乗ります。カモン。ここ越後湯沢駅東口コース。さあ、無料循環バス、シャトルバスか、無料シャトルバスに乗って、さっき来た湯沢高原ロープウェイの前まで乗っけてってもらいます。俺ね、立ってるから座ってていいよ。着いた。到着。はい、湯沢高原スキー場に戻ってきた、来ました。乗ってきたバスはこれ。そして駐車場は歩いて1分。